藤村義郎から1933年11月27日は、日本の実業家、政治家、爵位は男爵、陽名は、里場、三井物産取締役、貴族院議員、低審大臣などを歴任した、本籍熊本県、貴族院議員、男爵、藤村志郎の長男として、京都で生まれる、1885年1月、 山梨県立起点館中学校を卒業し、細川森重の学友として、同年4月、イギリスに留学。ケンブリッジ大学卒業。1892年2月に帰国。九州学院教授を経て、1894年4月、三井鉱山会社に入社し、修行生となる。以後、庶務課勤務、本店事務員、県三井物産参事などを務めた。 1898年1月、三井物産に移り、三次、秘書家主任、船舶家主任、口の津支店長、船舶部長、ロンドン支店勤務、同支店長心得、本店勤務、本部三次、人事課長兼調査課長、上海支店長などを歴任。1918年1月、取締役となった。1909年2月、父の死去に伴い男爵を就職。 1916年には、上海公共疎開口部局、東古都会議員に当選される。1918年7月、第5回貴族院男爵議員選挙にて、貴族院議員に選出され、厚生会に属す。以来、第6回貴族院男爵議員選挙、第7回貴族院男爵議員選挙においても、連続して、貴族院議員に選出され、死去するまで活動した。 1924年1月、清浦内閣の定止大臣に就任し、同年6月に、同内閣が総辞職するまで在任。その他、上海防止有限公使専務取締役、大正日日新聞社長、全国養産組合連合会会長、国際観光委員会委員、国立公園委員会委員長などを歴任した。1933年に死去。しかし、 継承者がいなかったことから、借位が受け継がれることはなかった。貴族院議員として、院の改革を主張し、1921年に独自の改革案をまとめた書籍を自費出版するなど、精力的に活動した。この改革案では、皇族議員以外の貴族院議員を、家族議員と直任議員の二つに対別し、双方を同数とすべきだと主張していた。具体的には、 家族議員の定数削減と直任議員の定数増加を想定しており、男尺議員であったにもかかわらず、家族の特権の行使について抑制的な考えを持っていた。さらに、貴族院議員の再費全廃なども提案していた。また、貴族院議員の選出方法についても改革の必要性を訴えていた。家族議員については、従来は、公尺と公尺は、 一律に、貴族院議員に任じられていたが、これは改め、公爵議員と公爵議員の選出にもご選制を導入するよう、提案した。直任議員については、多角納税者議員の廃止を主張するとともに、直選議員の選出に推薦制を導入するよう、提案した。また、これらの議員とは別に、王公族や朝鮮貴族に対しても、一定数を割り当てるよう提案した。 議会では政府を鋭く追求し、カマキリ男爵と呼ばれた。ありがとうございます。